まひろです。霧雨が降る全然森いつも霧雨が降る夜って言ってる間違いそうになってる。15です。パート15です。はーい。あーちゃん探して戻ってきました。ざっくり言ったねそんな感じだね。そういえば佐久間ちゃんはあの後どうしたんだろう。佐久間ちゃん、あ、そう、佐久間ちゃんも何かあったっけ。あのほら、ここに佐久間ちゃんに連れてこられてさ、佐久間ちゃんとこの菅君に、うんうん、で、そうだそうだ、抜け出したじゃない、この主人公。閉じ込められて2階から飛び降りたとこが。そう、で抜け出して、うんうん、どこ行くねんって佐久間ちゃんがなってた後。あ、そうだ、行っちゃダメって言われたやつか。そうそう、うわあ。あ、誰。全くあんな騒ぎが増えたから仕事が増えてしょうがない。村の役人さ。村の人か。うんうん。さっきの役場の人。ああ、君はちょうどいいところに。それぞれに話がある、ね。それぞれ。とりあえず管理人とお話をさせてほしいんだが。どうぞ。お嬢さん、君もこの場にいても変わっても構わないかい。いなくなれってことかと思った。それぞれってあれなんだね。ちゃんとその場で聞くんだね。ね。逃げられては困るんでね。あ、困るんだよ。何が。こっちとしてもこれ以上村を大敗させるわけにもいかないんだよね。うん。一体何の話だろう。あんまりいい雰囲気じゃないな。あ、あ、佐久間ちゃんだ。正直ね、来館者もいないでしょ。存続させる意味はないと思うんだけどね。あー、ここを潰すってこと。なるほど、いらないってことだ。君が一番わかるでしょう。ここが村にとって何の財産にもならないこと。村の発展のためには山を切り開くことが必要なんだよ。何にするつもりなんだろう。それにね、この資料館の存在がちょっと問題でね。山、土地を広げるってことか。ゴルフ場とか作りたいんじゃない。ははなるほど昔と今じゃ違うんだよ。古い風習にとらわれるなんて時代遅れだと思わないかい。小鳥、お化けも、おがみさんも、ずいぶんインチキ臭い話さ、うんうん。まあ、今日は子供が一瞬だけ迷子になったようだけど、どうせ親の育て方が悪いか、まあ、誰かに育そうかされたのか。うん、ああ、なあ。あ、なんだね。君がそんな風だからここには人が寄りつかないんだよ。なんか渡した。なんだ、メモか。まったく君と話すとこうだから。うん。交渉には応じないつもりのようだが、うん、あばこのリゾート開発には公益性があるんだ。いやー、こんなくだらん資料館などと違ってな。まあリゾート開くのいいと思うけどね、だから君が土地の売却に応じないなら村人の同意書を集めるだけだ。そうなったら君だって首を縦に振らざるを得ないだろう。資料館はそれそれで別に必要ではないのかね。うん、必要な気がするけどねその前に穏便にことを済ませる気はないのかね。この土地の売却益があれば学校に通えるだろう。君も学歴でもつけたらどうだ。ん、うん、小鳥お化けとかさ、うん、あの YouTuber さん来そうだけどね。確かに、ここにはこういう噂があるんですよ、うん、つってだいたいこんな閑散とした資料館で固定資産税だの維持費だのどうせ払えんの。確かに、どうしてんだろうね。莫大な遺産があるのかな。とにかくあまり 非科学的なことを広めるもんじゃないぞ。余計向きがられて次の仕事が見つからなくなっても知らんからな。まあ君の場合はそれ以前の問題か。どういうこと。あ、無言は失礼なのはあなただと思いますけど。はあ、いきなりなんだね私はこの資料館の持ち主だった神崎喜一郎の孫です。あ、孫、君が神崎氏に血縁者など。私がそうです。私にもこの資料館の所有権があるはずです。なのであまり強引なことを言わないでください。いいみたいな若い子が相続者。うん、ははこれはこれは、もしかして君は噂の一つである詐欺師なんじゃないか。詐欺師は噂の一つなんだ本当のことだとしても、こんな屋敷は村に渡しなさい。それは私がここの管理人さんと決めることです。うん、なんとけしからん。これだから若い子は恥知らずなんだお、なんだ、怖い顔をして脅すつもりなのかね。あ、あ、え、え、え、あ、登場人物がどんどん増えていく。警察官、あ、モッチー、モッチーだ。
持ちてき住所いやいいタイミングだ。お嬢さん、君の話の番だ。君はこれから資料館どころではないんだよ。え、なんで。しおりくん、すまんが明日、任意出頭をしてもらいたい。あら、なんでちょっとどういうことよ、佐久間ちゃん。おや、君は佐久間さんのところのお嬢さんじゃないか。いけないよ、君がこんなところに入り浸っていちゃ。君は佐久間村長の娘さんなんだから。君は大人の言うことに口を出しているらしいね。ね、村長なんだね。だから村長もこの案に渋い顔をしているんじゃないか。資料館だけじゃなくてお姉さんのことまでどうするの。望月巡査も何よ、出頭って。裏の人と役場からの通報が多くてな、取り調べをせずにはいけなくなったんだ。調べればいいじゃない。ねえ、バカじゃないの。みんな分かってるくせに。あの子は森に呼ばれたんだ、お姉さんのせいじゃない。こんなことになるならお姉さんが見つけなくてもよかったじゃん。見つからない方が。佐久間ちゃん、それ以上はダメだよ。優しいね、しおりちゃんは。ねえ、望月巡査、分かりました。すまないな。いやはや、とんでもないことになりましたな。かわいそうにね、大学生なのにまだ。ねえ、ただのね。これじゃあ伝承の一族の建物どころか曰く付きの館になってしまいますな。そのほうが YouTuber は来るかもしれない。確かに。あの、彼女に説明をするのでそろそろ席を外してくれませんか。わあ、死ね、このタヌキジジイ。確かにちょっとタヌキっぽい形してる。佐久間やめないか。悪口がかわいい。うるさい、みんなバカだ。お姉さんもバカ。佐久間ちゃん、なんだあれは。失礼な娘だ。今度議会で文句言ってやる。議会で女の子一人の発言は。あの、彼女に説明をしたいので部外者は出て行ってもらえますか。はっ。全く一体何なんだここは。忌々しい伝承を信じる連中が立てついて、こんなものは鼻くそみたいなもんだ。その上、素性のわからんよそ者が首を突っ込んでこの騒ぎ。バブルの崩壊で大変な中、やっとここまでこぎつけたんだぞ。あ、そうなんだ。まあ、この人にもこの人のあれはあるよね、きっと。うん。今日のところはお暇するよ。おいとま？おいとまか。あの、こんなことになって本当にすいません。いや、謝るのはこっちだ。君は子供を見つけただけだ。あ、よかった。でも望月さんは信じてくれてるんだね。望月さんはそりゃそうだね。でもまあ、上がうるさいからって感じだよね。ね、何もしてませんから平気です。だが、それにちょうど明日帰ろうと思っていたんです。もうここでの用も済みました。だから時間があります。本当にすまない。状況証拠だけじゃ何も言えもんね。うん、ああ、まさかの巡査目線だった。ああ、ほんとだ。情けないな。どうした、巡査。どうした、巡査。本当に情けない。巡査には巡査のポリシーがあるのよ、きっと。あ、巡査も後悔してるというか、辛いんだよっていうシーンか。そうだね。あ、とんでもないことになっちゃった。あ、そうだ。資料館の権利のこと菅さんに謝らないと。そうだね。ああ、私本当にバカだな。佐久間ちゃんの言う通りだ。偉いね。ねえ、ごめんなさい菅さん。屋敷の権利の話だけど、適当に言っただけだから気にしないで。多分私にはそんな権利はないと思いますし、ただなんだかすごく腹が立ってついあんなこと言ってしまったんです。本当にここに来てから全部私のせいで。菅くん、菅くん、男を見せなさい菅くん。喋りなさい。おお、君は悪くない。喋れないよ。そんな。でも助けてくれてありがとう。エースみたい。愛してくれて。菅さん、菅さん、
夕飯食べる？食べる。いいんですか？あの郷土料理、ついに。ああ、出た。ありがとうございます。ぜひいただきます。ついにあの真っ黒料理が食べ。あ、ぶ、あ、菅さんの料理、炭の味だったな。もう炭の味。もう終わった後だ。でも完食できた。案外食べられる。どんだけ焼いてんの。硬いんだろうな、きっと。ごちそうさまでした。体に良くないよね。ほんとよ。あ、なんや、なんだ、懐かしい感覚。いや、なんでもないです。菅さんには本当に迷惑をかけちゃいましたな。なのにご飯を作ってくれてありがとうございました。あら、あらら、明日、私は明日は出頭したらそのまま帰ります。急にロボットみたいになっちゃった。あ、名残。名残。名残。なんか思い出した風だったね。ね、何かを気づいたっぽかったね、今。わお、第三章。なーに？あ？あ、なんだ？なんだこのサイケデリックな。うわー、サイケデリック。まさか夫の罪も私の罪もあなたが仕組んだのか。うん。悪いのは私ではない。ただ少しだけ手引きをしただけだ。近頃米を盗んでいる泥棒がいるから、お前が米蔵で待ち構えたらどうかと。すると村人はお前の夫を捕まえてしまった。すべては村の民が出した答えだ。なんだこの声。歌ってるの、なんか。どうした、なぜ笑ってるのだ。 あなたが夫の罪を仕組んだのね。笑うのをやめろ。だって救ってあげないと。全部全部狂ったこの村から救い出してあげないと。子供たちは、あ、救い出してあげないと。だから私は今から湖に身を投げ、ここで命を絶つのです。すべての子供を私の子にするために、すべてを私のお腹の中に奪い返すために、救って産み落として待っていてね。未来永劫、地獄の果てまでずっと守ってあげる。呪われたんだね、んだこの村は。そういう、そうだね、この人によって呪われたんだね、うん。ああ、また変な夢見てるね。何今の夢。よくわからないけど、なんだかすごい怖い夢だった。そうだね。夢の中だから、あんな、おーいおいいや、夢の中あんな、流れたことないけどね。そうだ、雨上がったかな。めっちゃ雨の音してるよ。うん。上がってるわけないね、この雨の音だったら。うん、雨は止んでないな。傘とか持ってたね、それは。うんうん、朝から荷物もちゃんとまとめたし、忘れ物がないかも確認した。でも疲れてたせいかまた寝ちゃった。望月巡査は私の都合のいい時間に出頭したらいいって言ってくれたけど、いざ警察に出頭すると思うと踏ん切りがつかない。帰ったらお父さんとお母さんの墓参りに行かなきゃと思ってたのに、こんなこと報告するの恥ずかしい。そうかな。そんなことはない、ね。悪いことしてないからね。ね。よし、菅さんに挨拶してもう出よう。おわ、動けた。よし。出頭しよう。ああ。警察行こう。警察行こう。悪いことしてないんだから。ねえ、状況証拠だけじゃ何もならないし。うんうん。あ、そろそろ出ようと思ってたんです。あの、本当にお世話になりました。たくさん迷惑をかけてしまってすいませんでした。でもおかげで両親のことをほんの少しだけど知ることができました。ありがとうございます。もう会うことないかもしれないね、うん、ねえ、もう二度とこちらには顔を出しませんので。あら、まだ、あらちょっと出かけるには天気悪いね。うわ、すんごい天気悪いね。でん、天気が停電しちゃったんですかね。電車動いてないんじゃないですかね。ねえ、ブレーカー見てきます。待ってください、暗いので私も一緒に行きます。困り顔してる、ね、足元には気をつけて。
一緒にいた方がいいんじゃないの？私が先導。なんで数学が先導しないんだ。ブレーカーなんてどこさ。ねえ、なんでコンコンしたの？ちゃんと毎回コンコンするの偉い。開いている。あ、開いてる。あ、ちょ、ここじゃない。おや、ブレーカー。ブレーカーでも地下かな。地下なんかあったっけ？地下に繋がってそうなところはあったけど、これロッカーだもんね。うん。マップ。ブレーカーで書いてあるかな。うーん。書いてなさそうだね。ナス。ナス。ナスだね。一応地下っぽいのはここら辺にね、こうあったけど、ゴロゴロゴロ。あー、そこか。まあでもここにはブレーカーないよね、さすがに。あ、めっちゃ踏んでる、めっちゃ踏んでる。歩くために。なんかこの辺なかった？なんかあった。あ、そんなんだったの。おい。あ、これこれだね。あ、それか。あ、めっちゃ低いとこにあるね。ね。やっぱり電気つきませんか？あー、なんだろう、電線やられた？ブレーカーすべてオンになってる。オンになってんだ。天気も悪いし、どこかで断線しちゃったんですかね。あー、断線しちゃったんだね。君は気にしないで。でも、電車…電話動くの？停電してるのに、どうして、ね、これはちょっとそういうあれじゃないかもしれないね。急にホラー出してきたよ。来たかった。この辺でしょ、来て電話。うんうん。あれ違う？あれ音はこっちだけどね。あれもっと右の方から音するね。ねえ、音の場所はあんま関係ないかな。あ、でも電話があるのって上だね。あ、上か。そっかそっか。須賀くんのお部屋。ああ。はいはいはい、ここか。須賀くんか。落ちてきてるさ。おう、ジュンさん。佐久間は来てないな。佐久間ちゃん？その声はしおりくんか？あ、聞こえてんだ。ああ、はい。今から出頭しようと思っていたんですけど。何かあったんですか？確かに、待って。電話しても。ねえ。佐久間が行方不明なんだ。昨日の晩は家に帰ってやるようだが、朝方にはもういなかったらしい。みんなバカって言ってそのまま。あ、でも帰った、帰ったけどいなくなっちゃったんだ。そういうことだね。それだけならいつものことなんだが、駐在所に書き置きがあってな。何？小鳥お化けが私を呼んでる。足が勝手に動いちゃうよ。え？怖い怖い、助けて先生、村のみんな。あ、先生意外と頼りされてる。小鳥のお化けが声がする。チュンチュン。小鳥の声。何かが変だ。佐久間ちゃん、こんな言い方するかな。ねえ、うわ、どうした、すごくん。やばい、やめてよ、怖いよ。昨日の今日だ。村では大騒ぎになってる。しかも昨日からの雨で増水も起こり始めていた。うわ、あの湖の近くはやばそうだね。捜索が困難なんだ。もう一度聞こうが、佐久間はいないか。ちょ、探してみないと。資料館では見かけてないです、うん、私探します。いや、でも君は、あ、あ、やばい、切れた。望月巡査。あ、そら無理だな。あ、書き落としる。繋がらない、繋がらない。佐久間ちゃん、さすがに。あ、そらそうだ、また探すつもり。友達だもん。スカさん、あの文章本当だと思いますか？あ、びっくりしてる。多分、佐久間ちゃんは自分で森の中に入っていったんだと思います。彼女はあーちゃんが本当に森に呼ばれたんだと証明したんだと思います。ああ、そういうこと。あ、なるほど、ね、昨日私が彼女を誘拐したんじゃなくて、本当にあーちゃんが呼ばれてたんだって。だから自分も森に呼ばれたんだと狂言をしてみせる。そう、なるほど、思うんです。私が疑われたから、きっ と誤解を解くために。あれれれれれ。うん。そう、私のせいで。探しに行くのは許さない。なんで？
僕が森に探しに行きます。なんで？そのうち望月巡査が来ます。君は資料館だし探して。佐久間さんは隠れるのが上手だから。はい。だから君は森に絶対に入らないで。もう勝手なことできんよね。ねえ、お守り。え？ネックレス。何のお守りだ？ネックレス見たことある。初日に棚の上から落ちてきたネックレス。受付にポイって置いたやつか。この村では夜行石はお守りだっけ。菅さんありがとう。なんでそんな怖い顔するんですか、君。佐久間ちゃんが資料館にいないか探さないと。うんうん、そうだね。おーい、これぐらいで、うん、次回はこの探すとこからだね。そうだね。本当に森に行ってはいないとは思いたい。どうなんだろうね。佐久間ちゃんちょっと やばい子だからな。怪しいな、あの左のあの地下とかさ。地下、ね、いるかもしれないね。なんか収納庫みたいなあったじゃん。あのシャープ1で追い詰められたとこね。そう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 、とかかな。あの辺かな。とりあえず今回はこんなとこで。うん、うん、じゃあねー、じゃあまた次回バイバーイ。あー、セルフエンディングやってる。